ビブルカードーブースターパック11月分ゲットはい、どうもこんにちは、高橋です。今日も元気にいきましょうね。担当編集ないいや、久々だから久々だから忘れてるじゃないですか。もうです今日は周下さんお邪魔しております。いやこれでついに発売11月2日イーストブルーのね、波たちの方と、あとこのインペルダウンですね。ちょっとこれを今日ちょっと見ていきたいと思います。それでいきましょう。お願いします。じゃあちょっといいですか、ちょっと内藤さんの前で開けますけど。そうですね、だいぶ溜まってきたんじゃないかなと思っております。うわーやばいやばい。もうね、やっぱりブースターパック入ると全然違いましてね、もう前回の時点で。そうっすね、これで3ヶ月目そうですね、90、11だからもう100枚ぐらい。100は超えた。そうだそうだ、もうここにありますから、僕自分のやつのね。よし、行きます。うわー、ちょっとこっちからナミさん。そう、てかナミの出身地わかるんですよね。だって出身地ってか、あの拾われた国、拾われた国。あー、それは初出しだと。ちょっとやばいっすね、ちょっとどこだどこだどこだ、どこにあんの、どこかわかんない。はっはっはっ、新しい。これちょっと、あ、皆さんネタバレがありましたので、あの、ぜひ見てから、見てください、この動画まで。イーストブルー、オイコット王国でベルメルに拾われる。イーストブルーが絶対なんだ。オイコット王国初めて聞いた。ちょっともう今は考察できない、ちょっと後で。え、これ初ですもんね、だって。初めてでしょうね。やばいやばいやばい。聞きたいのは、ちょっと俺が気になってるのがあるんだよ。ネズミですか？違う違う違う、ネズミ気になってる人あんまりいないと思うよ。申し訳ない、ネズミファンには申し訳ないけど。ドラゴンですよ、それ。ドラゴンね。ドラゴン、待って、うわ、ドラゴン色が新しい。紫だ、ドラゴン。やっぱ、いや、血液型がめちゃくちゃ気になってたのよ。やっぱ一個僕が思ってたのは、ドラゴンがなんかちょっとルフィに似てない感やっぱあるじゃないですかね、どことなく。で、血液型がこれめちゃくちゃ大事なと思ってて、でもやっぱルフィと同じ F 型なんです。一緒だ、一緒なんです。やっぱだからちゃんとルフィの、あ、待って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 、所属船革命軍の船、ビントグランマゴ、これ初じゃないですか。ビントグランマゴですよね。好物ボカディートって何？知らない、ボカディートって。結構、ボカディートって何ですか？まあ、船の名前に関しては今回小田さんがいろいろなところにいろいろ書いてる気がしてて、で、好物に関しては、もうなんか俺も割とググらないと分かんないのは書き立たれてたの、小田さん。そうなんですね。確かにボカディートって分かんないもん。世界の食べ物みたいなやつが結構出されている気がします。なるほど。まあ、ちょっと一旦こっち行こう。じゃあこっちね。はい、インペルダウンの方行きます。こっちもヤバすぎる。あ、パシフィスタ、クマじゃなくてパシフィスタで乗ってる。あ、キザルの、キザルの好物、味噌ラーメンに生姜バナナ。え、これなんかもしかしてあのモデルの人たちが好きとかあります？モデルの人たちね、でもそのイメージありますよね。田中邦衛さんだからね、CM やってた。うわぁ、すげぇ、違ったっけ。うわ、掲げる誠意も書いてある。うわ、すげぇすげぇ。うわ、すごい。あ、サンファブル、サンファブル、サンファブル。あ、7番線船長とか全部出たんですね、だから今回。そうですね、今まで、あんま番ナンバーは出ましたね。出てなかったですもんね。シリューとかしか出てなかった。はい。うわ、サンファブル99歳。え、ジジイ。これ巨人？え、巨人よりでかい。え、ちょっと待って、何なのこれ、何なんすか。サンファブル知らないっすよ。え、マジで何これ、何なんすかはダメでしょ。黒ひげ海賊団、黒ですね、バック。うわー、やば。四皇は多分みんな違う色になって。あ、そういうことなんですね。なるほどなるほどなるほど。はあ、ちょっともうこれは読み込む。あ、偽ムグラの一味、ありがとうございます。最後についてる。やったやったやった。これもちょっと読み込まないと。あ、また今回も名前ありがとうございます。本当にお疲れ様です。はい、ありがとうございます。え、これって、多分答えられないんだなと思って聞くんですけど、ナミの過去は描かれるんですか？ナミの過去は描かれる、それは分かんなくないですか？まあ、それはそうですよね。だってまあ、サンジの過去書かれないだろうと思ったら書かれてたし。おー、そうだそうだ。だって、まあ、あとは、のり付けを注意して、あ、そうだそうだ、出してもらえないとっていう感じ。確かに。これやっぱりちょっともうしょうがないんですか、これは。まあなんか、僕もその市販のを買ってやってみてるんですけど、僕は結構、ちゃんと剥がせる。おー、なんすかね、保管状況とかですかね、もしかしたら。まあ、あ、多分その何、輸送の段階とかで、まあ、ばらつきは多分あると思うんですけど、
一枚ずつペリーってこう、はい、綺麗に剥がしていけば、はい、一応できるようになってるはずなんですね。なるほど、なるほど。外側をまずベラって外そうとすると失敗するんじゃないかなと思ってて、この状態のまま、これを一枚ずつベッて取っていった方が、ああ、すごいすごい。サクサクと取れるっていう気がします。おすすめの取り方。おすすめ。まあ結構でも揃ってきて嬉しいですね。ですね。なんか色がいろいろあると嬉しいなっていう。なんか毎回毎回新しい色をちょっと今見れてるんで、ちょっとそこでめっちゃ興奮してますね。色分けとかいいな。パシフィスタムが一緒なんですね、こいつらと。あるいは世界政府か。まあ世界政府。あ、そういうことか、そういうことか。なるほど、なるほど。海軍っていうかはね。海軍というよりは、この人たちはね、監守とかそういう職業だと思うので。なるほど、なるほど。で、この濃い、深いね、紫色になるね。はい。まあそうですね、今回は、主に黒ひげ海賊団と、アーロンと戦ってるあたりの人たちが出るぞと、思っておくと、買いやすいかな。はい。パッケージは、ナミさんと、ナミさんと、赤犬。赤犬が出てくる。はい、いうところでございますね。ありがとうございました。はい、というわけでお家に帰ってまいりました。いや、もうやばすぎる。ちょっとね、帰ってきてからね、そこそこ読みましたんで、ちょっとそれについて話していければと思います。ざっくりとね。いや、まず本当にさ、ナミのさ、拾われた国がさ、もう気になってしょうがないんですけど、どこなの？イーストブルー、オイコ島国で。それでね、ちょっと見返したりしてたんですけど、このワンピースブルーですね、結構前に出たファンブック、ここの106ページでですね、要はイーストブルーとかの、まあ、グランドラインもね、一応書いてある感じのね、まあ、簡易的な地図みたいなのあるんですよ。地図っていうか、まあ、海図で、まあ、この中のどこかなんでしょうねぐらいしかわかんないですけど。でもこっから思うとさ、やっぱさ、サンジも結局さ、ノースブルーでの、ジェルマの過去があったから、描かれんのかな、ナミさんの過去。どうなんのよ。もう気になってしょうがないよね。それこそね、この9巻のナミの過去でね、ベルメールさんのね、とこの過去で出てきたけど、ベルメールさんがね、このナミと野宿をこの抱きかかえて、嵐にやられて衰弱しきってる、この子たちを助けてって言って、名シーンのさ、まあ、その前のこの国でしょ、ボロボロの国。だから当時このオイコット王国でなんかあったんだろうね。だからベルメールさんもだいぶボロボロになってるもんね。ベルメールさんももうそのまま死んじゃおうかと思ったけど、笑ってるナミさんを見て生きようと思ったんだもんね、この時ベルメールさん。で、海兵がこんだけやられてるから、この描写を見ると、で、ここで拾ったって言ってるんで、多分おそらくこの描写がオイコット王国でしょう、この旧館のね。だから海兵もやられて、町もボロボロにやられてるから、まあなんかイーストブルーで当時ここで誰かが暴れ回ったのかな。でも可能性があるとしたら、海賊か革命軍。あれ、革命軍っていつから。そうだ、このちょうどいいね、まあ、これ何でも取り出せるの最高なんだけど、この環境。今回ね、革命軍こちらのワンピースマガジンの方で取り上げられてたから、あー、わかんないか。よく今回ドラゴンも出てたけど、革命軍がいつから活動開始してるかはちょっとわかんないもんな。だ、場合によってこのオイコ島国にかかってくるのかな。ちょっとまだ全然わかんないですけどね全然わかんないですけど、まあ、でもこんだけ海兵もろともボロボロになってるね、とこをこの旧館から見ると、まあ海賊か革命軍なんじゃないかな。海兵同士で戦わないもんねどんな戦争で、まあそれか町民がボイコットを起こしたみたいな。でもそれこそ革命軍っぽいもんな。いや、気になる。これ今後出てくんのかな、ナミの過去ね。で、ガイモンがさ、このサイズの身長なんだね足伸ばした身長じゃなくて、このサイズの身長が130センチっていういや、そこで測るのね、予作と助演もあって。で、アーロンがさ、好きな食べ物、好物がさ、牛の丸焼きなんだよね。でさ、牛で思ったのが、あれ、モームってさ牛だよね、怪牛みたいなねいや、なんかそこがなんかちょっとモームかわいそうだって、いつか食われる予定だったのかなみたいな感じで思っちゃうけど、それかあれかな、なんか食われようとしたけど部下にしたみたいなことなのかな。まあわかんないけどね、妄想だけど、ちょっと思ったね。で、丸焼き好きだな。確か前回のクリークも確か海王竜の丸焼きだったんだよね。うん、海王竜の丸焼きだからイーストブルー編はクリークとアーロンで丸焼き好きと戦ってたっていうね。で、やっぱノジコがみかん好きなのもやっぱいいね。でさ、ベルメールさんもこの後さ、もうベルメールさんも一緒にみかんが好き、もう親子連れてみんなみかんが好きこれはやっぱ熱いよな。で、アーロンで、もうこれも完全に妄想なんですけど、血液型がね、アーロン F 型なんですよ。で、ルフィが F 型じゃないですか。で、魚人島でルフィが血が足りなくて助けたのってジンベイじゃないですか。で、ジンベイも F 型で、だからなんかこの同じ魚人 F 型でこうもね、道が違うのかみたいな、なんかちょっと考えさせられたとか同じね、太陽へと続く道だけど、アーロンとは真逆だったな、ジンベイと。そう思うと本当にね、種族で差別はしちゃいけないなっていうのを学びますね勝手に深い話に持ってったけど魚人だからって頭ごなしにせずにね、っていうのはやっぱその辺で魚人島編でなんか学んだなっていうのは、改めてこのアーロンの血液型 F 型っていうのをちょっと感じました。ゲンさん
生ハムメロン好きなんだね。ちょうど11巻かな。でここでさ、サンジが生ハムメロン食ったのをルフィが探してさ、お前最後に食ったメロンなんか乗ってなかったかっつって、生ハムメロンをすげえ探してて、ゲンさんのところでさ、生ハムメロンってルフィが叫んだけど、その生ハムメロン好きだったんかいっていうこのなんか細かいつながりがね、熱って思った。やっぱこの一つ一つ細かい設定でもなんかつながってんのが面白いよな。あ、でさ、チュー懸賞金出てる。チューと黒帯、これ初っすよね。アーロンはね2000万でイーストブルー、当時のねその最大額ってなってたけど、チューとか他出てなかったもんな。チュー550万ベリー、黒帯900万ベリー、弱い弱っ。黒帯はね、あのジャンゴと一緒だね確か。で思ったのが、でキスの好物だったりするのかな、アサリの味噌汁。アサリって、いやちょっとね調べたんだけど出てこなくて、黒帯はエイのね魚人だから、エイの好物ってエビなのかなとか思ったんだけど、調べたけどさ、釣りの何情報しか出てこなくて、なんかもし魚詳しい方いたら教えてください。え、だとしたらアーロンも牛好きなのかな、ノコギリザメっていやそんなことないか関係ないから考えすぎかな。調べたんだけど、ね、ちょっと出てこなくて。で一本松さん一本松さん地味にすごいよね、今思い返せば。200年も続いてたんだもんな、あの武器や。本編にもね確か載ってたけど、なんか関係あんのかな。そこに3代鬼徹があったんだもんな。今後関わってくるかは分かんないけど好物一本うどんまんまやんけでスモーカーも出し木も来て、いやこれ熱いでしょ。ここの情報は、スモーカーはスモークチキンが好きで、で出し木はホットコーヒーが好きでね。でホットコーヒーだったもんね、スモーカーさんコーヒーいりますみたいなね描写もあったし。でコーヒーってさ、コーヒーに合うものが好きなんてロビンだよね確か。コーヒーに合うものがロビン好きだから、なんか勝手な思いだけど、タシギとロビンお茶会できるやんっていうでタシギ出身イーストブルーなんだよね。やっぱだからクイナー、なんかもともと似てるってキャラだから関わりあんのかな。血液型も一緒なんですよね見返したら。考えすぎな気もするけど、スモーカー出身グランドラインだからね、その辺もちょっと気になるよな。でもドラゴンだよ、ドラゴンマジ、ドラゴンマジ所属戦ビントグラマゴ、いや初出しだもんねこれね。いやだ本当にドラゴンはもうめちゃくちゃね、あのちょっと さっきもナイツさんのところで言ったと思うんですけど、血液型がマジで気になってたんで、ルフィと同じ F 型だからね、いろいろねちょっと僕の中でも本当にお父さんなのかなみたいなのもねちょっとねあったりもしましたが、やっぱここには確実にねガープの息子って書いてあって、ルフィの父ってなってるから、ちょっとドラゴンは婿養子なんじゃないかみたいなね説とかもちょっとあったりもしましたけど、もう完全にガープの息子として誕生ってね書いてある。まあわかんないけどね、もしかしたら追加情報カードが今後出るかもしれないですけど、情報更新があれば多分新しいカードね出ると思うんで。で55歳、で好物のねボカディとね僕調べたんですけど、キューバ、キューバの簡易サンドイッチ、要は簡単に食べれるサンドイッチみたいな感じなんだよね。だからちょっとなるほどと思ったのが、革命でいつ襲われるとか、いつね海軍とかにやられるか分かんないから、いつでもすぐ食べれるそういうものを食べてたのかなみたいな、なんかほんと簡易的っぽいんですよ、なんかそのサンドイッチが。なんか妄想止まんなくなるよなこういうの。で思ったのよ俺、そのさっき気づかなかったんだけど、ハチいなくね、あれハチいなくねって思ったんですよ今回。なんかあんのかな、もう今はねあのたこ焼き屋としてだからって思ったら、こっちで出るよなと思って。前回あれ、前回いなかったよねハチは。あれいたっけ、前回いたっけ、いないよね。え、なんで、まあたまたまかな。まあちょくちょくねこれあのパックは前後したりしてますけどね。あれごめん、俺が抜けてるだけだったらごめんなさいもうだんだん増えてきたから、全部が全部どこに出たとかちょっと分かんなくなっちゃってるかもしれないんで、じゃあちょっとこっちのパックでしょ。いやもうちょっとこっちが本当にもう、山もパシフィスタから始まり、もうキザルよ、キザル、キザルよ。で気づいたんだけど、このさあの味噌ラーメン生姜バナナってねあるけど、好物がバナナって黒と同じっすね何かつながりがあるかは分かんないですけど、いや黒と一緒なのみたいなでこれ出身ノースブルーがさ、これ田中邦衛さんだから北の国からってことそういう遊びなのかたまたまなのか。でも意外なのがね、グッ出身とかじゃないんだっていう。いやマゼランとかねこれ、いや色がだからね政府のやつらなんでね、これインペルダンのキャラ、この色深紫で。猿ですがさ、これわざわざさ体が急激な成長を遂げるって書いてあるんだけど、なんかあんのかな。で急激な成長を遂げたのってさ、パッと思いつくのってやっぱコビーじゃないですか。でコビーを見返したら、コビーもね年齢が18歳ってことなんで、いやでも伸びてんなら16歳だもんな。だからなんかこの16から18歳のあたりは成長期なんですか関係あるか分かんないけど、それともなんか関係あんのかな、出身はグランドライン、うん、ちょっと分かんないけど。でね今回のパックからね追加になったこの革命がね、さっきのドラゴンも一緒だけど、イナズマとかイワンコフとか、でも完全性別ニューカマーって書いてあるでイワンコフマジホルモン焼きなの、なんなの好きな食べ物好物
いやもうさ、このせいでさ、あのツイッターとかで僕にさ、高橋さんの好物も判明しますねってね、来てたんですけど、いや言わんこじゃねえから。いや久々に久々にやったら確かに似てんだよな、エラ張ってるとことか。で53歳って結構言ってるよね。で黒ひげ海賊団、本当にもう楽しみにして、黒ひげ海賊団の紫龍の刀の名前出ましたね。これ紫龍の刀の名前ちょっと読んでて気づいた。名刀雷雨、雷の雨、雷雨。雨の紫龍ってそういうことなのかな。まあ雨って多分血が雨みたいになるからみたいなねイメージだったけど、雷雨なんだ、これ何なんだろうね。でも絶対大技者以上ですよね、多分ね。最上かどうか分かんないけど、パッと見さ、やっぱさ関係あるか分かんないですけど、ちょっとあのジャンプの内容ねネタバレにもなるかもしれないですけど、ちょっとお気をつけくださいね。なるかもしれない、ちょっとなりますんで。これ鞘見ると赤いよね、鞘見ると赤いよね、白からの赤、これは血なのか何かちょっと分かんないけど、多分関係ないよね。赤座役に男とは多分関係ないよね。ただ出身はグランドラインなんだよね。考えすぎかね。だかそう思っちゃうとさ、あの前回のね、あの一心道場のゾロの師匠のね、あの幸四郎もね、赤座屋なんじゃないかみたいに言われてるけど、で意外とだから赤い鞘の人結構いるんで、僕的には既存キャラじゃないんじゃないかなとはちょっと個人的には今回の件も含めてちょっと思いましたね。ほんと和の国だけにいるんじゃないかなとは思ったけど、幸四郎が関係してるみたいなね、結構噂あったりもしますけど、赤座屋ってだけでね、あのつなげるってなると紫龍も赤座だからな、難しいよね。でさ、これ船の名前さ、あの全部まとめてるけど、そのサーベル・オブ・ジーベック号ってさ初じゃないっけな。でしかも南蛮船船長とか今回初出しじゃないですか。紫龍とかはね出てたけど、これ全部同じ名前なの、サーベル・オブ・ジーベック号で。ね、何巻だったっけな、80巻のところでね、あの黒ひげ海賊なんか2年後で紫龍とラフィットだけね出てきたところで、新世界とある海のところで船出てますもんね。ここでその2年後の黒ひげの船が出てて、でこれがサーベル・オブ・ジーベック号ってことなんですかね。でも確かにね、全く同じ作りなんだよね。全く同じだから、この船が全部で10個あるのかな、10人だもんね、全員で10隻あるってことなんですかね。で80巻ねちょっと見ていただいて、2年前はね、あの丸太船でしたもんね。いやこの辺の黒ひげのその仕組みとかマジで気になるよな今後。で杯やば、もうこの今回のね表紙にもなってるけど、杯怖っ、ほんと怖い。で55歳でもうドラゴンと同い年なんだ。で好物白米、唐辛子好きなんだ。で白米ってゾロと一緒やんって思ったんだよねこの時。なんか関係、まあそれは関係ないか。白米好きな人がいっぱいいてもおかしくないよね。それともね、あの菅原文太さんが好きだったのかな、ちょっと そこがね、僕ごめんなさい詳しくないんですけど、元ネタに関してはねちょっと分かんないこと多いんですけど、もしあの詳しい方いたらぜひ教えてください。多分僕よりも詳しい方も多いと思うんで。でさ、杯もノースブルー出身なんだよね。だくしくもキザルと同じくノースブルー出身で3歳差なんかもう幼少期からつながりあったりするのかな。それはまあ杯だからね、その一生ね、いや藤虎一生とね、お酒関連の名前だからなんか関係すんのかなとか思ってたりもねしたけど、ノースブルー出身で、キザルはボルサリーノって全然ね、なんか日本語っぽい感じでもないから、どういう感じなんだろう。なんかつながり今後出るかもしれないですよね、もしかしたら。この海軍のね過去も、幼少期もね、割と二人ともまあボロボロっつったらあれだけどね、割かし、まあ裕福なね。いやだからそこもすぐ見れるのいいっすよね。この子供の頃がね、ギャラリーで見れるの、割かしボロボロなんだよな。もしかしたらなんかノースブルーでね、つながりがあるのかな。でもこれサンパウルマジでやばい、何もう謎しかねえ。でもうここでもう決定的な事項を書いてありますね。巨人族って書いてあります。ただもう巨人族なんかの比にならないぐらいでかいもんな。で何なの、身長最大1万8000センチって意味がわからん。で読んでたらさ、もうこれ確定でいいんですかね。悪魔の実の影響でウルフの隊長は巨人族の兵器を軽く凌駕し、その3倍と言われるオーズや王入道和田積みでさえも比較にならない。もう能力者確定なんかい。いやこれね、描写にも載ってますけどね、ここの、 あの絵にも載ってるけど、61巻のねとこにありましたもんね。61巻であの黒ひげがねボニーを赤いにね海軍に売るみたいな感じの時に言ってたシーンがねちょうどここに書いてありますけど、体に力も入らねえって言ってるもんね。でもさ、これそう思うとさ、海に浸かっててもこの大きいままでいられるってことはどういう能力それ。え、ちょっとなんか意味が分かんないよね。なんかよくね噂されてるっていうかね、のはなんか船みたいなね、巨大戦艦って言われてるから、そもそも通り名がだから戦艦っていうぐらいだから船なんじゃないかみたいに言われてるけど、ただどういうこと。でもこれこの時は実は何、人獣型って言っていいの。船の身だとしたら、それパラミシアゾーンじゃねえよな。ちょっと謎だよな、だからほんと謎が多いマジで。ウルフは何なの。でこっこいよマジでさ、99歳ですから、まあ、巨人族っていうんでどうなんだろうと思ったら、巨人族の村で誕生、つまり
エルバフスか巨人族の村って今ね、まあでもね世界中にはね何個かあるとは言われてたりしてますよね。確かね巨人族って、ただでも巨人族の村って言われちゃったらもうエルバフが浮かんできてしまうねえ、どういうことなんだろう。ただ99歳なんでハイルディンとかは確か80歳代だからそれよりもちょっと一回り大きいんですよね。となるとビッグマムの過去編を見ると86かな、ぽいやついんのかな、ぽいやつこのこまごましたとこに一人いるとかわかんないけど、読み返してパッと見はわかんないな、一応マムの過去編には出てないっぽいですね。うわ気になる、これウルフマジ気になる。あでね、さっきねジーベックを調べたんですよ、あの黒毛の船のサーベル・オブ・ジーベックで、ジーベックっていうのはもともと船の種類の名前であるらしいんですよね。でジーベックのサーベル剣ってこと、わかんねえどういうことちょっとわかんないですけど、でここでさウルフの好物がさ海王類の塩焼きでさ、クリークも海王類の丸焼きだからねクリークと関係ないかさすがにないか。でバスコショット来た、バスコショットとかもほんと謎だもんね、酒好きみたいなことしかねわかんないもん。で紹興酒好きなのがマジでうちのハーフくん紹興酒好きなんですよあいつ今度からバスコショットって呼ぼう大酒のハーフって呼ぶからじゃん嬉しいねこれ好きなものがね被ってると。いや能力とかマジね謎だもんな、能力者かどうかもねまだわかんないもんな。確実にねそのインデックスのところにはまだ悪魔の目はね判明してないと書かれないですから、能力者なのかどうかもちょっとわかんないけど。でデボン、カタリーナデボン、いやこれ三日月狩りの由来めっちゃ怖くない、怖っ。刈り取った美女たちの首をコレクションするという恐るべき趣味を持つ、こわで得意とする武器はねムチってことね、ここにも書いてある。謎だよな未だに、ほんと謎。黒ひげ海賊団、アバロピサロも、悪性王アバロピサロで、この人もねなんか角生えてんだけど、でもこれなんかね角っていうかなんか何なんだろうね、飾りっぽいっちゃっぽいんだけど本当に生えてる角なのかな。いや謎だよなこの人も本当に、なんなん、要は悪性でね、まあ元々王様だったってこともね謎だよな。はい、であと偽麦わらの一味僕も手に入れました、全員1枚でまとまってるってのがまたいいよなでデマロブラックなんかビールと唐揚げ好きってもうなんかただのおっさんじゃんこれ偽物って書いてある、インデックスに偽物って書いてあるのマジ面白いんだけどこんなに自分たちから偽物って書かれてるものあります？あとエクストラキャラクターですね、今回もいろいろありますマジでエクストラキャラクターだなでもスタンセンとかね今後多分かかってきますもんね絶対、あのハイルディンとね同じく新強兵海賊だ、あとこっちもねはい今回も最高でした、どうでしたか皆さん多分ねまだ僕もね気づききれてないところ多分絶対あると思うんで、ぜひあればあのコメント欄で教えてください、そして一緒に盛り上がっていければと思います。そんな感じでした、今日も見てくれてありがとう、ぜひチャンネル登録グッドボタンお願いします。明日も楽しもう、またね来月も楽しみ。前向いて私こうあって私全力でまっすぐに自由求め思いのまま進んでいけ私全力で